松山市港町4丁目のギャラリーリブアートで器展花の器、食の器が開かれています。これは愛媛をはじめ京都や沖縄など全国から集まった11人の作家による作品展です。会場には土の器、木の器、ガラスの器、およそ500点が並んでいます。土、木、ガラス、それぞれの違った素材ですけれども、それぞれの分野でとても美しくて、そして使い勝手の良い、それぞれのシンプルでありながら品が良くって、ずっと愛着を持って綺麗だなと思って使い込んで、そして時が経つにつれてさらに美しさを増すような、そのような器を集めてみました。子どもたちがわあ今日おいしそうと器が変わっただけでとても褒めてくれるんですよ。で、器でこれだけこう食卓が気持ちよく美しくおいしそうに見えるかということを、この前お料理を作っていただいて飾らせていただいた写真もございますのでご覧ください。日常の日々 の、 器としてとっても愛用できるものだと思います。11人もの作家の作品が一堂に並んだ見応えのある作品展です。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。この花の器、食の器は11月6日までギャラリーリブアートで開かれています。